はい、どうも、石原です。今回の動画の内容はこちらです。iPhone 14の販売価格が iPhone 13と変わらない最高に嬉しいリーク来たという内容の最新リーク情報をご紹介していきますので、iPhone 14をより楽しみたい人は、どうぞ最後まで動画の方をご視聴ください。では早速やっていきましょう。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかの動画を定期的にアップしておりますので、ぜひ iPhone やガジェットに興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということで今回は海外メディアのマックルーマーズが報じたリーク情報を分かりやすくご紹介していきたいと思います。今年発売予測、9月に発売発表予測の iPhone 14 のベースモデルは、なんと昨年9月に発表した現行モデル iPhone 13シリーズ 6.1 インチと同じエントリー価格のモデル799ドルから始まるということで、超嬉しいリーク情報が入ってきました。まあ以前よりお伝えしている情報については100ドルぐらい上がるんじゃないかっていうね、リーク情報を皆さんにご紹介してきましたけど、今回は海外メディアのマックルーマーズがなんと799ドル据え置き価格で iPhone 14のベースモデル来るというね、リーク情報になっておりまして、これは韓国のブログメディアのアカウントの YEUX1122、 これは UX1122 なのかちょっと名前わかんないんですけど、投稿によりますと、 Apple は世界のスマートフォン市場が伸び悩む中、売り上げを伸ばしているわけなんですけども、その需要の減少ね、やはりスマートフォン市場全体としては買い控えする方々が増えてきて、スマートフォンがなかなか売れにくいという時代になってきている。その需要の減少を相殺するために、今後のエントリーレベルのフラッグシップモデルのデバイスは引き上げないという情報になっております。つまりね、 iPhone 13値上がりしちゃってはどうしよう、こうしよう、 iPhone 14も高くなっちゃう、どうしよう、こうしよう、そういうユーザーの不安の部分を一度落ち着けるためにも、今後のフラッグシップモデルに関しては引き上げは控えておくと、しないというリーク情報なんですけれども、いや、これはむちゃくちゃ気になりますよね。 iPhone 14を購入しようとしている方はめちゃめちゃ気になると思いますので、詳しく解説していきます。はい、今年 6.1 インチの iPhone 14がエントリーモデルから大会モデルとして発売されます。やはりね、価格、生産コストの増加とか、継続的なサプライチェーンとのいろんなね、ビジネスにおいて、やはりトップエグゼクティブレベルと言いますと、まあその経営側のね、話から言うと、なかなか厳しい状況になってきていると。まあ、値段を引き上げなきゃならない状況にもなっていると。ただそうは言っても、Apple さん、最近頑張っております。昨年の iPhone 13と同じエントリーレベルの価格で iPhone 14の発売をした場合ね、これ仮ね、した場合は、Apple の基本フラッグシップの 6.1 インチの iPhone モデルの価格が2年連続変わらないということになります。これはね、ベースモデルの iPhone 12が2020年に発売された時に同じ799ドルの、まあ、値札がついておりましたので、iPhone 14の 6.1 インチのエントリーレベルのモデルも799ドルとなれば、iPhone 12、iPhone 13と同じ価格帯で発売される。つまり、実質値上げされない可能性が高いということになっております。で、もちろん今年のラインナップの大きな違いと言いますと、iPhone のサイズが変化しますよね。5.4 インチの iPhone 14 mini はありませんという情報を皆さんにお届けしていますけれども、まあ、かなり厳しいだろうと。まあ 0.01% 望みはあるとしても 99% 以上はミニモデルは廃止されるだろうと。事実上 iPhone 13 mini が最後の、ミニモデルで699ドルということで、フラッグシップモデルのまあ一番安いモデルだったわけなんですけど、今回のアップのフラッグシップモデルはいろいろサイズラインナップが追加されてます。廃止されて追加されました。6.1 インチの iPhone 14、6.1 インチの iPhone 14 Pro。この 6.1 インチモデルは iPhone 13、iPhone 12と同じなんですけども、6.7 インチの方が一つ追加になって、iPhone 14 Max 6.7 インチと iPhone 14 Pro Max 6.7 インチと、4つのラインナップになっております。で、そのラインナップの中でも iPhone 13のエントリーシリーズ799ドルのモデルが iPhone 14のエントリーモデルでも同じ価格帯で発売される、値上げしませんというね、
嬉しいリーク情報なんですけども、まあ、アメリカドルの799ドルの値上げはなくても、そうなんですよ。円安になってますので、やはり同じ799ドルだとしても、ね、1ドル、円、関係性がね、やっぱ違いますので、799ドルだろうが、円安、円高によって、日本での発売される価格は変わってくるわけなんですけども、ただ、アメリカで発売するベースモデルの iPhone の値上げはないので、円安の影響を含みつつね、日本では若干の値上げになるかなと思いますけど、そこまで大きな値動きはないという可能性がね、高くなってきたということで、もう iPhone 14を購入しようとしている方々にはもうめちゃめちゃ朗報、僕にとっても朗報の iPhone 13の値段が変わらない可能性が出てきたという嬉しいリーク情報になりました。はい、ということでここから iPhone 14に関する動画へのコメント返信していきたいと思います。今回はね、 iPhone 14 Pro は丸々が高速になるリークということで皆さんにご紹介したこちらの動画の返信をしていきたいと思います。なので iPhone 14のワクワクを共有していきます。ゴーさんがメモリが変わっても体感速度はほとんど変わらないと思う。まあ、ただね、体感は変わらないんだけど、機敏な動きとか動作とかやっぱそういうのっていうのはメモリに変わってきますので、メモリが大きくなればなるほど、例えばアプリ、写真の加工アプリを使った時とか、動画の編集アプリを使った時の、例えば制作の動画の書き出し速度が変わったりしてきますので、これ大幅に変わると思いますので、その辺がね、ちょっと変わってくるかなと思います。で、直樹さんがメモリの速度、簡単に言うと車と同じ道路でも、一般道と高速道路の違いでしょうね。それですね、そうですね。はい、そんな感じでございます。14 Pro サムネの色発売される、一応パープルというのは予測の中でも、発売の可能性が高いとは言われているので、まあいろんなね絡まりありますけど、今回の新色はパープルなんじゃないかという予測が高いということになっています。はい。で、KG の実況さん、早速友達追加させていただきました。ありがとうございます。先週ぐらいにね、3日間限定ではありましたけど、LINE 公式石屋さん始めたんで、募集しました。今ちょっとね、締め切りをさせていただいてはいるんですけれども、させていただきました。随時ね、動画の中で、募集開始したら、随時お答えしているので、ぜひね、興味がある方はね、で、僕を大好きな人限定になってますので、僕を嫌いな人は登録しないでくださいね。はい。僕を大好きな方だけの限定の LINE 公式になってますので、チェックしてください。で、あやまんさんが、石原さんお疲れ様です。お疲れ様です。久々にこちらのチャンネルに顔を出しました。はい。このチャンネルを見て参考にした12 Pro を買いました。お、やはり iPhone の情報はここですね。14 Pro を購入しているので、購入を検討しているので、動画参考にさせていただき、もらいますと。ありがとうございます。あやまんさん、本当 Vlog の方でもお世話になっております。ありがとうございます。はい。で、忙しい怠け者さん、プロモデルのメモリ性能を早く試してみたくなりました。うん。今年の争奪戦は石原さんも参戦すると思いますが、発売日にゲットしたい。はい。忙しい怠け者さん、勝負しましょう。どっちが発売日にゲットできるか、予約争奪戦。はい、頑張りましょう。で、エビアズサさんが、14の色展開にこのサムネの色あったら絶対買う。やっぱりパープルね。やっぱ好きな方多いのかな。パープルって結構反応がいいんですよね。はい。山村さんがお疲れ様です。お疲れ様でございます。で、上さんが iPhone 14に指紋認証できますかね。多分できないと思います。はるくんさんが言ってます。指紋認証。いや、今回はね、さすがに iPhone 14では厳しいし、今後、Apple は Face ID 1本でいくと言われているので、タッチ ID に関しては、残念ながらなさそうだということがね、まあ可能性としては高いです。はい。で、上原さんとモスバーガーさん、コメント1、2とありがとうございます。はい、ということで今回も iPhone 14に関する動画のコメント返信で皆さんと情報を共有させていただきました。随時コメント募集中ですのでよろしくお願いいたします。はい、ということで今回の動画も iPhone に関する最新の情報を皆さんにご紹介させていただきました。ということで今回の動画が参考になった、面白かった、石原頑張ったと思っていただける方はぜひいいね、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。